はい、皆さんこんばんは。キャプテン翼4実況プレイ、今回が第4回目、本日もよろしくお願いします。さてと、今回からブラジル代表選手選抜リーグというものが始まります。どうもここでの活躍次第ではブラジル人でなくてもブラジル代表選手になれるという話らしいです。なんだか、よく意味が分かりません。しかし、まあそういうのも含めて、まあキャプテン翼らしくて僕は楽しいんですけどね。ブラジル、もしかしてあれかな、ブラジル代表っていうよりも、ブラジルプロリーグ代表って捉えればいいんですかね。どうなんでしょうか。まあとにかく、目の前の一試合一試合をね、頑張ってやっていきたいと思うんですが、一応チームデータで、フォーメーション等作戦はもう、この通り構築済みです。今までの3試合と同じ、布陣でやっていきます、ね、同じ布陣かつ布陣っていうのがボーマンガに出てきましたけど。はい、ということで、じゃあ今日は対戦相手どこだっけ。これ見ればいいのか。あ、グアラニー。1回戦目はグアラニーっていう、チームとの対戦になります。はい、じゃあ、グアラニーの、情報を見ていきましょう。はい、情報。おお、サンタマリア。おお、サンタマリア僕結構好きなんですよ。サンタマリアのワンマンチームだが、一人に気を使いすぎると痛い目に遭うぞ。あ、終わった。なるほどね。うわー、嬉しいですね。サンタマリアことユースケ、逆か、ユースケことサンタマリアくんのチームですね。うわー、みんなやっぱいろんなチームにいるんですね。サンタマリアってもともとあれかな、フラメンゴにいたんでしたっけ。どうだったっけな、忘れちゃったな。ジェトーリオは確かフラメンゴでしたよね。よし、じゃあ早速、じゃあやっていきたいと思います。はい、キックオフ。行こう。お、声つき。行こうね、みんな。あ、しかもなんか一番目立つところにお猿さんがいるぞ。よし、みんな行こう。っていうかもうみんな顔さ日本人じゃん。これ日本代表ですって言ってもわかんないよね。左から新田に、立花兄弟に石崎でしょ。で沢田くんに伊沢かな。右は誰だあれ。で後ろは中山とかになるのかな。よし、やっていこう。サンパウロのキックオフ。お、テスタくん、ナイスパス。いいね、いきなりテスタから。そしたらちょっと待ってね、サンタマリア11番かな、9番。サンタマリアは何番だ。10番。かっこいいね。じゃあまずはうちの必勝パターンで1点目取りに行こう。上がれ上がれ翼、上がれ。よし、いい感じいい感じ、入ってるね。いいね、 3D パスで、 3D パス画面で確認ができる。お、低いボール。うーん、どうしようかな、入るかな。打ってみるか。よし、打ってみよう。ボレーシュート、いけー。だが届かない。キーパーも、だが届かないと思ったら弾かれた。やるな、あのキーパー。よし、キッカーはテスタ、選手変える、移動する。そうですね、じゃあどうしようか、ストラットを絡ましていくか。あ、間違えた。どこまで戻ってんだってね。ストラット経由翼ゆき、これでいこう。ストラット、よし、これは高い球かな。よし、コースにいる。よし、ナイススルー。カルトーラ、あれ、うわ、しくじった。ダメだダメだ、スルーは永遠の課題だ。
僕の永遠の課題。守るんだジュニー。たた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 た、オッケー、やってくれると思ったぜ。おおお、いい感じいい感じいい感じ、めちゃめちゃいい感じ。ここストラット、改めケンちゃん。うわ取られた。うわ今いいコースいたんだけどな、あれが繋がってたら随分違ったんですけどね。ボコーン、決まったぜ。反則タックル、ナイス。リベリーノはいい仕事しますぜ。よっしゃ、お、リベリーノ、あー届かない。あ、ウェイ、ウェイ君。ん、あ、まずい、これやつ、やつ、パスか。来た、やつ、あれやつ、髪の毛の色が落ち着いたね。大人になっちゃったね、ゆうすけ。前もっとやんちゃな髪型だったんだけどな。ツンツンヘアだったよね、前。そっか、ナチュラルだね。あ、違うわ、よく見るとあれだ、ユニフォームの色と同じ髪の毛の色してんじゃん。チーム愛か。ジュニエル、あー届かない。おー来た、サンタマリア。お、浮き玉、これ使えんの。お、使える、いけ、顔面ブロック。あ、違う、パス、あ、届かない。これ数減っちゃったのかな。うわ回すね。おー、マイク、ナイスナイス、クリア。よしよしよし、オッケーオッケー。ちょっと待ってね、石崎はあれで減ってしまったのかな。お、来たー、サンタマリア、ユニフォームと同じ髪の毛の色。お、来たか、出た、バナナシュート、翼に教わったバナナシュート。よし、レナートちゃん頑張れ。うおー来たー、ポスト。よし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 、オッケー、ゴーやりやがったな、やりやがったな、ファビアン。よし、試合再開。パス、どこへ。じゃあ8番リベリーノ。そういえばあれだ、皆さんからのコメントを見るまですっかり忘れていたんですけど、バビントンはどうしたんだい。どこに行ってしまったんだい。元祖信頼できる男、あのニコニコ大百科いわく元祖信頼できる男。あれはびっくりしました。どこ行っちゃったんだろうね、バビントン。なんかいい選手がどん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 流出しちゃいますね、サンパウロって。よし、翼、ここに来るかな、翼。ちょい前に、そうそうそう、ちょい前に走ってきて、遅れ。もしナイス、あー低いボールか、低いボールはちょっとな、止められてしまったからしょうがない。打つか、あれをドライブシュート、いけ、ドライブシュートだー、かっこいい、決まれ。つ、え、なに、お、すげー、キーパーごと押し込んだ。おー、かっこいい、このゴール画面もかっこいい。なんだこれ、グアラニーのゴールに突き刺さった。うわ、演出神。うわ、すげー、最初ちょっとキャッチで止められて焦ったんですけど、あ、キーパーごと押し込むとかあるんだ、いいね。
よりなんか原作っぽくなったね。おーし、ナイストラット、ケンちゃん。よし、そのままキープ。残り2分50秒、ケンちゃんで行くからね。よし、ここでワンツー。よし、高いボール、誰もいないね。よし、打とう。申し訳ございません。うわ、本当に申し訳ございませんだね。カットされたか。後ろいないしね。打とう。うわ、強い、こぼれ球。お、オスカー、ナイスカット。よっしゃ、時間ないしね。よし、石崎。よし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 。ああ、こういう球になっちゃった。じゃあしょうがない、打とう。終わった。よし、石崎のガッツはそういえば何にも見ずに打っちゃったんだけど、どうなってたんだ。石崎ガッツ506。よし、じゃああの顔面ブロックはやっていないことになってるわけですね。よし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 、オッケー。後半戦のスタート、サモラ。そう、前にあのこの4が出た頃って僕ゲーム離れしてた時期ですって、ちょこっとねお話をさせていただいたんですけど、その理由の一つには当時のスーファミのソフトの値段の高さもあるんですよ。当時はねゲーム1本9800円っていう値段が当たり前になってたんですよね。消費税を入れると1万94円。僕もね昔1万94円を右手に握りしめてスト2を買いに行ったりとかしましたもん。懐かしい。よし、翼上がれ。よし、いい感じ。だってソフト1本1万円台っていうと、もはやファミコン時代の信長の野望並みの高さだもんね。よし、高いボール。じゃあどうしようかな。ドライブオーバー見てみたいね。ドライブオーバー打とうか。行くぞ、ドライブオーバーヘッド。よし、行け。ツー、オッケー。翼、抱き合う2人。よっしゃ、仲いいね2人とも。よっしゃ、ナイスゴール。そう、信長の野望といったらもう当時は子供一人の力で購入するにはあまりにもハードルが高いゲームとして有名でしたけど、もうスーファミ全盛期ではその1万円っていう値段がね当たり前になっちゃってたからね。当の信長の野望なんてスーファミの頃は確か1万3000円ぐらいまで値段が上がってましたからね。さすがは信長の野望。ちょっと捕まりそう。リベリーノ。でも信長の野望は僕は結構好きでしたよ。シリーズの中では割と武将風雲録が、好きでしたね。シンプルだったのもある。よかったし、覇王でもなかなか凝ってて面白かったですけど。これで散ったかな。ちょっと選手が多すぎ。ドライブパスでも使ってこいつ固めるか。よし、マイクにパス。まあそんな信長の野望の光栄さんとキャプツバのテクモさんが経営統合するなんて話がありましたけど、どうなっちゃったんでしょうね。まあスクエニの方の話では、あ、いや、なんでもない。なんでもないです。なんでもない、なんでもない。
あったね、そんな歌。ストラットでいいや、うん、あずきちゃん、あずきちゃん好きだったな、あの漫画。来るかな、翼スルーしてみようか、あえてスルー。よし、ナイス。翼来い。来ない。難しいな、スルー。お、取った、ラッキー。よし、このまま1対1。カルトーラくん、ヒールリフト、いけー翼ー、ナイスヒールもらったぜ。オッケー、あずきちゃんに捧げるゴール。あずきちゃんはね、乙女座の A 型なんですよ。なんで知ってんだって、きれいよってコメントあったかな。実は僕と一緒だったりするんですよね、僕も乙女座なんで。なんでメガ CD の実機をやっていた最中に、何気に誕生日を、ナイス反則タックル、何気に誕生日を迎えていました。よっしゃ、強いじゃんサンパウロ。お、バオジールくん、あずきちゃんに出てくるね、あずきちゃんの彼氏ゆうのすけくんっていう男がね、いるんですけど、このね、ゆうのすけくんって子が、お、ナイス、レイゾー、喋り方がね、ちょっとチャラいんですよ。僕個人の印象なんですけどね。あずきちゃんのことを呼ぶときも、普通にあずきって呼べばいいのに、なんか、あずけーみたいな、なんか半音、半分音がね、上がるようなイントネーションで呼ぶんですよ。あずけーって。懐かしいな。よし、上がれ上がれ。そして翼のガッツはやばいよね。あ、でも107まで回復したんだ。じゃあ一気に信頼できるテスタにパス。よし、ナイスパス。上がれ上がれ。銃来てるね、銃来てるね。銃でいくか。自由。よし、ソラルくん、スルー。普通なら来ると思うんですけどね、ストラットあたりが。期待して、いや、でも自由は点取り屋だから打たせよう。シュート、いけー。うわー、カットされるか。やるな、メガ CD 版を思い出すな。よし、石崎、オッケー。じゃあ打とうか。こっからペナルティエリアの中にいてシュートを打たないやつはダメなやつだ。いけー、ヤマザルバスターだ、見せてやれ。ウッキー、よっしゃー、ナイスサル。そしてゴールを決めてない連中で盛り上がるサンパウロ。いいね、うん、そういえばどこ行っちゃったんでしょうね、バビント君。出てくるのかな、この辺に、この辺りのストーリーに。おし、ナイス。なんか風の頼りでプーさんやター君はキャプテン翼4には出てこないっていう話を聞いたんですけど、本当ですかね。残念だな。あ、ドリブル得意なんだ。じゃあ勝負、トラスト、いけ。おーし、強い、いけケンちゃん、このまま行こう、4対0だしね。このままファビアン君、うん、関係ない、ドリブル絶対シュート打ってくると思ってるでしょ。よし、それが打たないんですよ。ここで打つ、あ、でも4番が来てる、あ、いや、打とう、いけー、ケンちゃんシュート。うわ
よっしゃー、強いじゃん。ナイスゴール、ストラット。やべえ、 5-0。 そして何気に無失点じゃん。やるねー。この調子で残り9分頑張ろう。よし、この石崎がここで奪ってくれてるのがでかいですよね。よし、ナイスサル。オッケー、サルのガッツは202、翼のガッツは189。よし、打てる打てる。うわ、囲まれてるね。どうしてもこう団子状態になっちゃうね。そこよし、攻めるぞ。もう一回ヒールディフトやろうか。お、バオジール。普通のドリブル通用するかな。お、強い。そうだよね、ストラットで抜けたんだもんね。カルトーラか。ヒールディフト。おお、弾かれた。ああ、くそ、フォローに来ればな。お、まさかまさかまさか、青ローくん。うわー、やばいね。無失点ゲームかかってんのに。お、打ってきた。やけくそ。こういうの困るね。キャッチしたいな。でもいや、パンチ、無難にパンチ。あぶねー、パンチでよかった。あ、ガービン、面白い名前。残り2分10秒。レナード、耐えるんだ。クリア。おーし、ナイスクリア。ウェーウェーセレーゾ君、うん、パスかな。あ、ドリブルか。残り20秒。レナードちゃん、レナードちゃん、頑張れ。うわー、降ってきた。なかなかやるじゃん。ウェーオッケー、審判ナイス。今のはやばかったんじゃないかな。よし、あ、終わり。イベントなしということで、続いては第2試合になります。数名レベルアップしたようだ。うん、ご苦労さん。はい、以上だ。ということで、無事、1回戦突破です。1回戦なのかな。うん、とりあえず1試合目勝ちました。ありがとうございました。じゃあ引き続き、2試合目も、お時間があります方はどうぞお付き合いください。はい、そしたら最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それではまたね、バイバイ。お、今日は短いぞ。